The Chiba Laboratory studies the physics of liquids, one of the three states of matter, as in solid, liquid, and gas. The atomic and molecular behavior of solids and gases are suitable for mathematical description and have been studied by various approaches. Liquids, on the other hand, are commonplace in nature, and yet they are difficult to describe in a simple manner. Galileo Galilei stated, "The universe is a book written in the language of mathematics." We aim to shed new light on the behavior of liquids from the viewpoint of what happens if only the most basic part is expressed by a mathematical formula. 身近なものだから研究したいっていうのがやっぱり最初にあって、周りに固体とか、気体とか液体って身近なものなのに、固体と気体は割と分かってるのに、液体は意外と分かってないみたいな。液体の研究って言ってもいろいろあって、いろんなテーマが並行して走ってるんですけれども、今一番力を入れているのは液体分離と関係するテーマです。液体分離っていうのは、A っていう液体と B っていう液体が例えば混ざってたら、そこから A を取り出したいとか、そういうのを液体分離と言いますけれども、例えば今高分子 P4MP1 と呼ばれる高分子をそういう混合液体に入れると、なぜか大きい方の分子がその高分子に入りやすいということを発見しました。で、それは自分で発見したんですけど、これがなんでそういう現象が起きるのかっていうようなことを統計物理の立場から理由を考えたり、数式で説明したり、そういうことをしています。 The research is conducted not only within the university but also through large scale experiments at other facilities such as Spring 8,The Large Synchrotron Radiation Facility and the Nuclear Science Research Institute, as well as through collaborative work with industry and academia. 液体分離の研究っていうのはたくさんあるとは思うんですが、液体分離の研究を物理的観点からやってるところっていうのは、多分そんなにないというふうに思います。あまり多くない分野なので、自分の発見がすごく重要なものになるかもしれないというところが面白いところだと思います。Furthermore, the laboratory conducts research into the layer of steam that forms over the surface of hot water. お湯の表面って、コーヒーの表面なんかを見ると一層だけ湯気が見えるんですけど、その一層の湯気の構造が非常に面白くて、で、その構造を顕微鏡で研究する人はいっぱいいるんですけど、我々散乱が得意なので、光散乱でその液滴のサイズとか浮遊高さを計測して、なんでそんなお湯の表面では必ずと言っていいんですけど、一層だけ不思議な湯気ができるのかということを解明したいと、そういう研究もしています。結構実験してると新しい現象を自分で発見できるっていうところがあって、自分の手で明らかにしていくっていう、だから現象そのものを自分で発見するっていうところからできるっていうのが面白いところかなと思いますね。自分の手で何かやって新しい現象が起きる、でそれは何で起きたのかを考えるっていうような、最初から最後まで自分でできるというような、そういうところがあります。